はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病患になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんは何のために運動をしていますか。まあ、運動している前提になってしまいますけどもね、まあ、例えばダイエットのためとかね、健康維持のため、体を動かすのが好きだからとかね、さまざまな、ね、理由があると思います。でそんな運動がですね、体以外にも心にもね、いい影響を、ね、与えてくれることをね、ご存知でしょうか。実はね、運動のストレス解消効果とかね、幸せホルモンはね、スイーツを食べるよりも効果が高かったんですよ。まあ、先日もお話ししましたけどもね、疲れたりね、ストレスが溜まったりすると甘いものを食べると幸せになることっていうのをね、もう知ってしまってる人間は、まあ、ついついこう甘いものがね、食べたくなるんですよっていうのはなぜなのかということなんですけども、スイーツを食べた後はですね、幸福感が増すんですけども、その持続時間っていうのは実はね、20分程度と言われてまして、逆にその甘いものを食べてからですね、1時間以上経過するとですね、こう食べる前よりもストレスや不安感がね、増すと言われています。でこれにはね、血糖値がね、関係していまして、甘いものやご飯などのね、糖質っていうのを摂るとですね、血糖値が上がります。今上がるんですけども、その上がった血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンにはね、血糖値を下げる働きがありますけどもね、この血糖値を下げようとする働きによって、一時的に脳から出る幸せホルモンのセロトニンがね、増加します。そのためにですね、甘いものを食べることによって一時的な快楽を感じることになるんですよ。ただしね、あくまでも一時的な快楽に過ぎないためにですね、時間が経過するとストレスや不安が増してきて、再びスイーツが食べたくなってしまうというね、悪循環にね、陥ってしまうんです。なので、ね、それにならないように、今回はね、ストレス解消や幸せホルモンを得るためにね、運動を推奨するお話をしていきます。ストレス解消にね、運動が効果的なわけというのはですね、運動がね、気分転換やこのストレス解消につながってね、メンタルヘルスの改善にもね、効果があると言われています。メンタルヘルスにはね、脳内のですね、神経伝達物質っていうのがあるんですけども、それが大きな影響を及ぼしていることが知られています。運動によってね、脳のね、血流がね、良くなることで、ね、脳が活性化されて、心に安らぎをもたらすセロトニンなどのね、神経伝達物質がね、脳に増えることが分かっています。その中でも特にですね、セロトニンっていうのはね、気分や集中力をね、こう左右されると考えている神経伝達物質でして、脳内のセロトニン量がね、こう増えるとですね、心が落ち着いて爽やかな気持ちになると言われています。なので、まあ、達成感が得られて気持ちが前向きになるような運動をね、こう続けていくとですね、これだけできるようになったんだというね、達成感や満足感が得られます。それが自信につながって、気持ちが明るく前向きになることがね、期待できるんですよ。あとね、アルコール喫煙耐え物の依存っていうのを解消することもね、幸せホルモンの分泌に役立ちます。楽しいことをね、するとね、脳内にね、ドーパミンが分泌されます。ドーパミンはね、アルコールや喫煙、そして食べ物の依存っていうのをね、生み出す物質でもあるんですよ。しかしね、運動にはですね、その意識をそらして依存を解消する効果があります。なので、幸福感が増す際にはね、やはり運動が良さそうなんです。まあ、先ほども言いましたけどもですね、人は運動すると幸福感がね、増すと言います。これはセロトニンと呼ばれる気分を安定させるのに必要な神経伝達物質が運動すると増加するためなんです。で、ある研究によればですね、その約20分間の運動でですね、その後12時間も幸福感が持続すると言われてます。それではですね、幸福感を感じるための効率的な運動とはどのような運動かと言いますとですね、一定のリズムを刻む運動です。まあ、例えばウォーキングとかジョギングですよね。といっても、まあ、運動のね、機会をいきなり増やすのはね、まあ、とても大変だと思います。まずは1日も短い時間でいいんで、まあ、軽い運動などをね、できることから始めて継続していけるようにしましょう。まあ、上手にしようと思ったらね、やっぱ無理せずにね、自分のペースで運動をして継続していくことです。なので、ね、まあ、その習慣っていうのをね、上手にね、やっていってストレス解消につなげていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。